君も大好き、僕も大好き、ミステリーちゃん、というわけでございまして、はい、リモートだと合わないんだよ ね、うん、やっぱりねリアルで合わないからですね。そうですね、はい、で久々のリアルで、あの日当たり、ちょっとね今までない日当たりのいい部屋からお送りしております、はいはい、国内ミステリー書評番組ミステリーちゃん2022年9月号その1でございます。書評家の若林由美です。杉江松恋でございます。なんでそんなウィスパーの話ちょっと久しぶりだから、久しぶりです。声量がわかんないですか、リアルによる。そうですね。まあね、あのもう季節は秋というか、はい、9月に入りまして、そうですね、ミステリーね、年度的に言いますと、皆さんそろそろ投票とかの準備とか、いろんなあの年末ランキングのね、あれ原稿準備とか。何このミステリー、こそっちに行ったらどうかと。あそこの正解さんが言った。正解野球さんが、あの、このミステリーいつまで9月いっぱいで切る。そう、9月いっぱい。あ、マジか。9月いっぱいで切って、うん、9月末で投票。そうそうそう。ああ、そうか。うん、だから、来週じゃん。そうだよ。だこれ収録してるのが、今日はあの9月25日なんですけど、はいはい、もうあれですよ。あの、9月、来週だよ、来週。来週の金、9月30日刊行までだから、もうその分だけまで読んで、そうそう、決めなきゃあかんのよ、僕ら。じゃあもういいよ、もう投票するよ、またどうせ忘れるから、忘れない、忘れない、忘れそうだったらここに見て、うん、そう、締め切りのこととか言ってるから、君なん忘れるな、いいか、これの動画がとあのと公開されているときはな、君はこれを投票しなくていかんので、何その未来の自分みたいな感じで、伸びた、伸びたじゃないけど、ちゃんと投票しろ、今年はちゃんと、やれよ。はいはい、はいはい、そんな感じでね、はい、9月にもうすっかりこう年末に向けていろいろ動いてるんですけど、うん、なんかやってましたか、今月は。そうですね、あの実はですね、あの、はい、9月の4日って確かの水郷のイベントとかがあったとか、あったね、はい、あ、そうだよ、ちょっとで、ね、僕そう、またちょっとね、あのお話聞きたいんだけど、はい、あの僕ちょっとねそれ出れなくて、はい、でその前ちょっとその夜、あの新世代ミステリー作家探訪のね第8回で坂上泉さんを呼んで、開いたんですよ。坂上さん来たよ。うん、で坂上さんはちゃんと出て、出てた、出てた後に僕行きますって言って、うん、来てくれて、うん、そうそうそう、そう、なんかだからその最初のなんかこう冒頭でね、その水郷のイベントどうでしたみたいな話をして、うん、来てた、来てた、坂上さん、僕はちょっとあの原稿がパツリすぎてですね、ちょっと行けなかったんですよ、ごめんなさい、あの、はい、謝っときます、はい、っていうのをまあ前半やって、うん、であとね、昨日なん、つい昨日なんですけど、はいはい、あの神保町のパサージュあるじゃないですか。あるある。はいはい、あそこはあのね、あの一応僕も棚主に出してるんですけど、はい、あそこね、あの棚出してる人だと、あの一日店長がね、あの要はあのあそこのレジとかに立ってやったりとか、はい、あの自分のそのこう棚から本出してきて、うん、こう並べて好きなのフェアフェアみたいなことでね、うん、やれるっていう一店長がこう体験できるんですよ、うん、でそれねやってきたんですよ。あ、なるほど、うん、昨日、うん、そうそうそう、つい昨日大変だったでしょ、雨、昨日はねムシムシで、ね、そう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 、あのなんとね間の悪いことにあの台風が来まして、うん、でまあそこまでねひどい、そうだね、一日前だったんだけど、うん、でもやっぱり夕方もザーッと降ってきて、そうでしたね、うん、で店主のね、あの、ゆいさんに、あの、お礼言ってゆいさんに聞いたら、いつもやっぱちょっと少なかったね、みたいなことは、うん、まあ言ってたんですけど、うん、まあ、なんで今回一日店長やるかなと思ったんですけど、またあの、みんなのつべき文学賞、はい、あの、また来年の1月末から2月頭にですね、第3、もう第3回ですよ。1年は早いですね。早いですね、はい。はいはい、第3回あるんですけど、まあ、あの、そういうのの PR も兼ねて、はいはい、あの、つべき文学賞フェアみたいな形で、うん、第1回と第2回のね、受賞作、とあと、あの、みんなつぶやき文学賞すべてっていう冊子をこう僕ら作ってるんで、ああ、まあ、それをね、ちょっと売りに来ました。ああ、うん、そうか、あれ売ったのか。そう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 。で、まあ、なんかな、まあ、ここでもたびたびちょっとパサージュのことは話してるけど、はいはい、まあ、言うても、昨日ね、すごい天候が悪いって言うても、うん、結構ね、お客さんがこう前通って、これどういうとこみたいな感じの顔をして入ってくる人が多かったな。うん、で割と若い人も多い、ね、そうでしょうね、そう、学生さんとかね、うん、あのそこら辺の世代の方がを、ね、割とこう来ていて、うん、でこう棚見ながら、あのこれみたいな感じでこう見ていて、僕もね、声かけたりとかして、うんうん、なんか非常にね、なんか、
というか、あ、こういう若い人でもこういう興味持って、ね、入ってくれてるのいいなっていうふうに、まあ、思いましたね。またちょっともしかしたらしばらく時間経ったら、うん、あの1日店長やらせてもらうかもしれないので、うん、その時はぜひよろしくお願いいたします。はい、はいはい、じゃあはい、じゃあ、この番組は国内、はい、ミステリーの、はい、その月に出た作品から、はい、お気に入りおすすめしたいのを3冊ずつ、はい、持ち寄って紹介する番組です、はい、じゃあ若林さんから1冊どうぞ。はい、はい、じゃ あ, 8月からね、今度からです、ね、8月か、8月、はい、はいはい、じゃあ、私の1冊目は、はいはい、深町八京さんの天国の修羅たちです、はいはいはい、これもすでにね、あの杉江さんが今月から始めたんだっけな、あの坂島龍さんとそうっていうあの文庫大研究で、うん、はい、文庫大研究取り上げてる作品かもしれないんですけど、うん、まあ、ちょっとやっぱ国内ミステリーの、はい、こう代表する現代犯罪小説の傑作 名シリーズとしてどうしても外すわけにはいかないので、うん、ここでも紹介するんですけど、うん、このシリーズはですね、深町さんが、単行本刊行誌は地獄の犬たちで、うん、文庫版でヘルドックス地獄の犬たちというふうに名前を変えた、うん、ヘルドックスシリーズの完結編にあたる、うん、作品です。で、これね、帯見ていただければ分かる通りですね、実は今月、9月にヘルドックス、まあ、第一作のヘルドックスがですね映画化されまして、そうでした、岡田准一主演で監督は原田雅人さんね、うん、で、映画化されたんですけど、まあ、そのタイミングを、ね、合わせる形で、小説の完結編も刊行されたわけですね、うん、でちょっとですねこのヘルドックスシリーズを振り返っておくと、うん、第一作のこの地獄の犬たちというのは、金高翔吾でした、うん、健吾でしたっけ、金高というですね、関東最大の指定暴力団東商会のですね、うん、幹部で殺し屋をやっている国民なんですよね。で、なんですけど、実はこの金高の正体というのは警視庁からですね送り込まれた潜入捜査員、はい、本名は井出月五郎という人物です、うん、はい、彼がですね、ある匿名を帯びて、うん、この東商会に潜入するわけなんですよ、うん、でその使命を全うするためには完全にですねこの東商会のヤクザになりきらないといけないということで、うん、彼はですね警察官でありながら、ヤクザの殺し屋として、時にはこう殺人を辞さない、うん、状況に追い込まれてしまうという、うん、そのですね潜入捜査員の葛藤を描いたのがこのヘルドックス地獄の犬たちという作品でした。で、第2作目が煉獄の獅子たちという作品なんですけど、うん、これはですね同じく東商会が、登場して、その東商会で起こった後目争いに、端を発する、集団抗争劇が描かれます、うん、で、主要人物が、東商会の、若手の幹部かな、うん、にいる折内哲という組員と、うん、もう一人ですね、これはね警視庁の総隊じゃなくて警視庁の暴対犯か、うん、に所属する我妻っていう、うん、東というですねズーズー弁のですね、うん、非常にキャラの立ったいいキャラクターなんですけど、うん、がですねこの二人がですね模様を描きながらこの二人の運命がどこでこう交差するのかっていうを読ませる、うん、作品でございました、うん、じゃあこの今回のですね第3作のこの、地獄煉獄、うん、そして天国ときたこの作品はどういう話かと言いますと、うん、どこまで言っていいのかな、ですね、中心となるのは、ジャーナリストの宮口明彦というジャーナリストが、うん、殺害された事件に端を発します、うん、でこの 宮口というです、ね、ジャーナリストは結構お年いった方なんですけれど、うん、主にです、ね、そのパチンコ業界とかあるいはその裏にいるその暴力団に関する、ものを題材にしたルポを専門にしていて、で結構ですね歯に衣着せぬ物言いで、うん、ヤクザといえども物おじしないで、うん、突っかかっていくタイプ なかなかこの攻撃的なジャーナリストなんですね、まあ、モデルは朝倉教授だよね、はいはいはい、はい、なるほどなるほど、うん、なるほど、で、その人物がその自宅でですね残殺されると、うん、で当初はですね、この宮口を、うん、殺害したのはこの宮口とかなりこう特にこう激しくやり合っていた関西最大の暴力団花岡組の組員がやったんじゃないかなっていうふうに疑われるわけなんですね、うん、で、
警察はですね、警視庁の捜査一課と、あと新宿の署 の, あの暴力団の、うん、暴対犯の、合同捜査でですね、うん、この宮口の殺害事件を捜査していくわけなんですけど、その中で、警視庁から派遣された、神野マリアというですね、うん、若手の巡査部長と、うん、あと新宿署の、これは丸坊の、丸坊担当の刑事の蒲島淳二というですね、これは中年のおじさん刑事なんですけど、この2人がコンビを組んで、うん、花岡組のね、組員を捕まえるところから始まるんですね。うん、で、捕まえるんですけど、お前たちがやったんじゃないかなっていうふうに、こう、責めるわけなんですが、うん、この組員が、いやいや、俺たちじゃない、むしろ、東証会がの連中がやったに違いないみたいなことを言い出すんですよ。で、なんでっていうふうに思うんですけど、うん、ここもですね、読んでいくと、最初のこの序盤のですね、展開は、この神野と蒲島というですね、このバディを組んだ刑事同士が、地道に地道にこう捜査していく、警察捜査小説のスタイルがあるんですね。うん、で、その捜査書スタイルって書かれてるんですけど、それを追っていくとですね、過去 の, そのヘルドックスシリーズのつながりが徐々に徐々に見えてくるというのがあって、うん、で、中盤ですね、とんでもない展開が起こりまして、ちょうど真ん中ぐらい、そうちょうど真ん中ぐらい、そう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 、うん、で、多分今過去のですね、ヘルドックスシリーズの方は、まあ、第1作は潜入捜査もの、うん、第2作は集団抗争劇という感じで、うん、なかなかちょっと割とこう派手なタイプの作品だったみたいし、うん、第3作は割と前半は地味な感じで、普通の刑事小説、普通のね、捜査もの、ストレートな捜査ものかなと思っていたところに、うんうん、とんでもないアクセルがかかって、そっからが、ああこれはまたヘルドックスの地獄のようなのね、うん、とんでもないこう熱い展開にこう巻き込まれていくわけなんですよ。うんうん、こっからは先がね、もう、こう、深町明夫が今まで描いてきたこの暴力小説 の, この真髄といいますか、焦点といいますか、もう熱いアクションと人がバッタバッタと死んでいく、そうですそうです、このこう、阿鼻叫喚の嵐が待っているんですね。で、待っているんですけど、今回はですね、それだけじゃないんですよ。うん、で、深町明夫というのは、やっぱり今、多分日本の犯罪小説の書き手の中においても、うん、暴力の本質っていうのを描いたら、もう彼の右に出る者はいないと思うんですね。うん、その暴力の本質ってもっと言うと、なんか暴力とは所詮暴力でしかなく、その先には虚しいものでしか持ってないんだっていう、うん、待っていないんだっていうところを描かすと、本当に筆がかかる。でヘルドックスや地獄の犬たちもそうですし、煉獄の獅子たちはもっとそうかな、うん、まあ、とにかくね、いろんなこう派手なアクションとか起こるんですけど、どっか必ず虚しい思いがどっか突きまとうんですね。う、うん、人がこう駒のように扱われて死んでいくことに対する虚無みたいなものが描かれていて、それはこの今までの第1作第2作のヘルドックスシリーズのを犯罪小説、今のを代表する犯罪小説とにし知らしめたと思うんですけれど、うん、今回はですね、この最後の最後のラストシーンにおいて、うん、その虚無のね、暴力のような虚無のもっと向こう側のものまでたどり着くんです、うん、これはね、読んだ時にね、今までのそのもう血と荘園と、うん、暴力にまみれたこの物語から、どうしてこんな、なんか胸がスーッて穏やかになるような、うん、このラストシーンにこうたどり着くんだっていうね、うん、ものすごいちょっと感動しちゃいました、僕は、うんうん。という意味でも、今までその暴力の虚無とか、虚しさ、うん、もたらすものの悲しさみたいなものを描いてきたんだけど、さらにそこからワンステップ上がって、うん、別のね、次元の光景を見せさせてくれたっていう意味においても、本当にね、深町さん、先ほど作家自身の変化を感じた作品でした、うん、そうですね、うん、これはもうなんか、この完結編、うん、すごい短いんですよね、うん、そうそうそう、今までのものにしても、多分他の深町さんの、ね、長編としても結構短めだと思うんですけれど、そうそうそう、いや、これは深町陽気をとんでもないところまで来たなってやっぱ思いました、うんうん、まああれですよね、仁義なき戦いで始まって、うん、俺たちに墓はないんだっけ、ああ、で終わると言いますね、うん、まあまあまあ、まあまあ、今の日は映画を見てないと、まあ、さっぱりわからんはずだけど、うん、まあそれはいいよ、うん、まあ、僕もそう思うが、すごいエンターテインメントとして、うん、力の自力の上がり方というか、うん、
この短さの中に物語をエンターテイメントの、うん、きちんと爽快感までともして終わらせるという、うん、ところで、うん、本当に文庫オリジナルで出てるけれども、うん、皆さんが読むべき作品だなと思いました、うんうん、素晴らしいよね、うん、でまあね、あのできれば第地獄の人たちと煉獄の獅子たちを当然読んでおいてもらうといろいろ楽しめるんだけれど、うん、まあ仮にこれから読んだとしても、うん、ちゃんとね説明はされるんですよ。頭のところでは説明されるから、ちゃんと関係されるから全然大丈夫なんで、そうそうそう、まあ、今までもねちょっと分厚くて打ってくる方はここからまあ読んで、で、なんかここに描かれてることとかをもっと詳しく知りたかったら、うん、一作二作遡っても全然問題ないと思う、うん、全然タッチは違うし、うん、これはこれで深間さん得意とする、うん、女性捜査官ものに近い感じだしね、検討者で出してる、うん、むしろこっちの方がなんていうの、入り方としてはソフトだから、うん、はいはい、読みやすいかも、うん、最初から人がギャーって言って、ね、埋められたりしないからさ、そうそうそう、なんかぼかすかいきなり信頼しないからね、失禁したりしないからすぐに、その代わりにギアチェンジの、ね、ところが素晴らしいんだ、これは素晴らしいですよね、うん、そこはぜひ味わってください、はい、というわけで私の一冊目は、深町明夫さん天国のしがたち角川文庫でした。はい、というわけで僕の一冊目です。芦沢洋さんの夜の投票ですね、はい、芦沢さんの作家生活10周年記念作品ということで、10周年か、僕も一応帯に推薦文書いてるんですけど、どんな作品かっていうのを、うん、これ僕これ帯のね推薦をどうかって言われた時に、うん、読ませてもらってから考えてもいいですかって言ったんですよ、うん、で全然このプルフもらって読み始めた時に、うん、全くこう予備知識なしに、うん、まあ、もちろん書き下ろしたからないんだけど、うん、読んでたんですよ、うん、そしたらねよくわからんのだな起きてることが最初、あ、そうだね、うん、で第1章はその複数の視点人物とかから始まるんですけど、うん、まず中村大輔というですね、小学生だったかな、うん、子供が出てくるんだけど、中村大輔はバスケをやってるのね、でバスケットをやっていて、それ彼よりもそのものすごく才能のある橋本春っていう転校生の少年をすごく羨ましく思ってるわけ、自分よりも運動能力が良くて体格も良くて、でもちょっと残念なのはバスケットに対する熱意はあんまないみたいで、どうもなんかその自分のその羨ましい気持ちが、うん、こう一方通行だよな、お前なんでもっとバスケットをうまいのに熱意持ってやらないんだよ、なんでだよと思ってると、これ言ってもいいと思うんですけど、橋本春がですね交通事故で大輔の目の前でポーンと跳ねられちゃうんですよ、うん、これが1個目、うん、で2個目は長尾豊子という女性の視点から出てくるんですけど、うん、彼女はスーパーとかのアルバイトで生計を立てていて、うん、一人暮らしをしているんですね、で誰ともこう話をしないで、うん、ただこう一人で、アルバイトをして、うん、ただ一人生きているって、うん、このね一章のところでまだ分かんないんですけど、うん、彼女が帰っていくと彼女のその家の地下にですねあることがしてあって、彼女はその地下に降りていくということが彼女の人生の意味を全部占めているということが後で分かるんですよ。で3番がね、3番目で出てくるのが平翔太郎という人物、これは刑事なんですけど、この刑事のパートがですね物語をつなぐパートになっているんですけど、彼は2年前に起きた殺人事件の、捜査をずっとしていて、その捜査でちょっとヘマを踏んだせいもあってですね、うん、ちょっと捜査官の中でこう冷や飯ぐらいさせられてるんだよね、うん、いじめられてるの正直に言うと、でもうお前たち脳なしがみたいに言われてるんだけど、それを何とかしなきゃいけないと。それはどんな事件かというと、ある塾講師の男性が殺されてしまった事件なんですね。でその塾講師を殺したと思われるのはその塾講師の元の教え子なんですが、そいつが明らかに第一容疑者なんですけど、2年前から行方不明でいないんですよ。でそいつがね雲をかき消すようにいなくなってしまったんで、そいつを捕まえなくちゃいけないっていうんで平は動いてるんですね。これが3つ目の視点で、4つ目がさっき出てきた橋本春という少年、さっき車に跳ねられた子なんだけど、うん、大丈夫です、死んでないです。で彼が出てきて、彼がそのなんで車に跳ねられてその無事でいるのかとか、そんなことが語られるというですね、うん、でそういう話がこう並列で語られていくわけだ、うん、
長尾豊子のその孤独な父かさ何があるのか、うん、大助の見てるその橋本春は、うん、どんなそのものを胸に抱く子供なのか、うん、そして平翔太郎の追ってる事件はどんなことが起きてるのかっていうのが、うん、だんだん進んでいくに従って、うん、分かっていくという、うん、視点人物を複数置くことによってその複数の人物の見てるものを、うん、物語のかなり先の方で結び合わせていくという手法が使われている、サスペンスですね。うん、で途中まで読んで、うん、あこれならいいやと思った。うん、これはもう推薦文書けるわと思ったんですよ。うんうん、で、その時に思ってたのは、うん、違うことを書こうと思ってたんですよ。うん、つまりね、あの視点をこうやって、つまりですね、複数の人物がいて複数の視点から、うん、世界を見ていると、うん、その世界を見ていることが、うん、いかにバラバラで、うん、世界いかにバラバラの視点でもってできてるかっていうことを意味するようなことを書こうと思ってたんですよ、うん、そこまではね、うん、そ途中ぐらいまで、うん、でプルーフで読んでたんで、うん、で僕旅先に行く時プルーフごめんねこれは正直言うけどバラすんですよ途中でバラして、うん、読んだ分だけ置いて、うち置いて、残りだけ読んで持っていくわけ、うん、で後半のとこだけ読んで、うん、向こうで読んだんですよ、そしたらね、後半になってから話がね、動き始めるんだ、これが、うん、全然違う話の方向に動き始めて、あ、なるほど、そういうふうに動くのかっていう、うん、今まで言及してこなかったある人物の動きによって話がアクティブになっていくんですね、うんうん、アクティブになっていった後に、うん、どうやら芦沢さんが書きたかったと思われるテーマが浮上してきて、うん、それが浮上してくることによってそれまで見えてきた人たちの動きが、うん、違う意味を持つものも出てくる、つまり人物がそれまでのとは違う見え方をするという裏返しになっていったりもするというのがあり、あ、なるほどと思って、この帯の文字を書いたというくだりですね。あ、すごい納得した、うんこの読んだ、そういうことなんです、うん、僕はどっちかというとその五さんのこの名付けられない感情を文章の積み重ねを話せようとするっていうのも、うん、まあそれはそれでなんか合ってるかなと思うんだけど、うん、なるほど、これ今の説明を言うとこの言葉になるなっていう、そういうことなんですよ、うん、ちょっと奥歯に物を挟んでるから、だからまあ言いませんけど、うんうん、本屋さんに行って僕の帯が何を書いてるか見てください、はい、ネタをばらさないように、はい、かつその時に読んで、うん、一番僕が感心したことを、うん、表現した短く表現しようとして、うん、70字以内ぐらいにしようと思って短く書いたんですけど、うん、まあ、そんなわけでね、うん、まあ、僕やっぱり サスペンスといいますか、こういうスリラーに求めるものっていうのは、うん、先の読めなさなんですよ、うんうんうん、で先は読めなくて、登場人物たちがと同じぐらいの視点に立って、うん、何が起きてるか分かんない五輪夢中状態になってハラハラしたいってやっぱ思うわけさ、うん、で思ってってそれ先に進んでってあることが起こった時に、うん、そこから、今まで見えなかった霧が晴れることによって、うん、霧が晴れて何か分かってくる、うん、で分かってきたら、うん、それで今まで見えつけても見え方がバッと変わってくるというですね、うん、そのスリラーの情動にのっとった書き方をしているという点で、うん、大変スリラーとして、うん、まあ、よくできているのかなと思いました、はいはいはい、基本をよく抑えていて、うんうん、よく基本を抑えた、うん、情動のスリラーだなと思いますね、うん、これは本当に情動ってなんかフォーマットみたいにって言ってると聞こえると思うけど、それが難しいんだよ、難しいんだよ、それが難しいんだよ、フォーマット通りのねきちんとしたスリラーを読みたいわけさ、それをちゃんと書けてることというに対する評価ですね、うんうん、器がしっかりしてる、うん、あとテーマに関してはよく書けて、テーマよくこれを見つけてきたというか書きたかったことあるなと思うし、そのテーマにのっとってそのテーマに物語誘導するようにきちんと書けてるし、強引なこともしてないからそれは素晴らしいと思うんですけど、僕はどっちかというと前半からその中盤に行って後半に至るまでの人物たちの動かし方描き方に対する評価点が高いです、そこが大変いいと思いましたので、芦沢さんの書きたいことをと僕の評価点が同じか分かんないんだけど、そういう点を大変評価してこのスリラーはいいんじゃないかなと思います。夜の投票ぜひお読みください。夜の投票って、ね、タイトルの意味もねかなり後になると分かんないんだこれ、うん、分かんないように書いてて、それもいいことだと思います。最後まで読んで、あ、なるほどなっていうふうに思うところもあると思うんで、いいスリラーだと思うのでぜひ読んでいただきたいなと思いました。はい、以上。